星野幸男とは、日本の弁護士、政治家。衆議院議員、新潟県小千谷市市長を歴任した。元秘書は、金融担当大臣を歴任した、民主党元衆議院議員、中塚和弘。新潟県立小千谷高等学校を経て、1960年、中央大学法学部卒業。1962年、司法試験に30歳で合格。 1965年、司法修習17期終了し、東京弁護士会入会。1975年、小千谷市長就任。同年、東京弁護士会大会。1989年5月31日、市長を辞職。同年10月、保守系無所属新人候補の政策集団自由連合旗揚げに参加。1990年の、 第39回衆議院議員総選挙に新潟3区で自由民主党、形成会から出馬し、初当選した。1993年、改革フォーラム21の同志と宮沢改造内閣不信任案賛成して自民党を集団離党し、新政党を結成、第40回衆議院議員総選挙で2回目の、当選。1994年、 羽田内閣の運輸政務次官に就任。新進党決闘参加。1996年10月、第41回衆議院議員総選挙新潟国区にて、市、田中角栄の娘である、田中真貴子と対決するも敗北し落選。同年11月、弁護士活動再開。1998年、第18回参議院議員通常選挙。 新潟県選挙区から民主党推薦で出馬し、同じく衆院からの倉替え目指す田中直樹の後陣を廃止落選。2000年、第42回衆議院議員総選挙直前に、不出馬を表明。2002年4月、君参党局日中受賞受賞。同年10月、田中真紀子の議員辞職に伴う、第42回衆議院議員補欠選挙に無所属で、 出馬し当選。後に自民党に復党した。2003年1月自民党新潟県第5選挙区支部長就任。同年8月第1次小泉内閣第2次改造内閣で法務副大臣に就任。同年の第43回衆議院議員総選挙で落選した。2014年4月10日午前2時17分。 水臓癌のためおじや総合病院にて死去。82歳没。元衆院議員の星野幸雄氏が死去アーカイブド2014年4月13日、アットザウェイバックマシン、新潟日報2014年4月10日。ありがとうございます。